ペラサロントナカイ、本日はですねベルリーニが作曲しましたオペラ聖教徒プリターニですね、これをお届けしたいと思います。本日の出演者はですねアルトゥーロ役、そしてリッカルド役、そしてエルビーラ、3人の登場人物で、まあ、できるところを、やっていくんですけれども、まず最初はですね私がリッカルドという人が、歌う永遠にあなたを失ってしまった。これはどういうことかと言いますとですね、エルビーラさんと本当は結婚するはずだったんです。それが戦いに行って戻ってきたらご破産になってたと、そしてああなんてことだと歌うアリアとでも言いましょうか。まあ、このあとエルビラ、アルトゥーロが出てきてそれぞれのアリア歌っていただきます。本日のナビゲーターを務めさせていただきますバリトン森口健司です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速リッカルドが歌いますアリア、永遠にあなたを失ってしまった。私森口健司がお届けしたいと思います。どうぞお聴きください。Thank you.
最初にですね、ピアニストをご紹介するの忘れておりました。本日のピアノ、松本靖子。はい、リッカルドはですね、まあ、最初にこれ歌って、まあ、もちろん本編ちゃんとオペラ全部見ていただくとずっと出てくるところあるんですけれども、実はバスの役とか他の役もありまして、有名な二重唱があるんですけれども、本日は、まあ、テノールとソプラノが、いまして、通常だとこの物語だと逆になっちゃうんですけれども、本当はテノールのアリアの方が先にあります。でも今日は、このエルビラの私は美しい乙女ソンベルジンベッツオさん、これを先にお届けしてからテノールの方のアリアをお届けしたいと思います。本日のエルビラ役、ベップ美佐子さん、どうぞ登場ください。はい、ということで、私は美しい乙女、こちらはここと結婚するはずだったのが亡くなって、アルトゥーロと結婚できるのが嬉しいということで、このアリアが歌われるわけです。ではそのアリアをいってみましょう。Oh, okay.
ございました。そして続きましてはアルトゥーロのアリアでございます。愛らしい乙女よ、歌は綺麗ならもちろんなんですけど、この役は高音がとにかく多いので、まあアリアもそうですけども、後に歌われる二重唱でもなかなかこの難役を歌える人がいない。しかしながら本日は、水船慶太郎さんに出演していただきます。水船さん、ご準備はよろしいでしょうか。どうぞご登場ください。それではアルトゥーロのアリア、愛らしい乙女よ、どうぞお聴きください。それをさらにもう半音上を行った音なんですね、これを出すのは本当大変なことなんですけれども、見事に決めていただいて、また後半も楽しみな一つ楽しみが一つ増えまして、前半はですねもう一つアリアをお聴きいただきます。あの方の優しい声がクイラボーチェスワスワーベ
狂乱の場とでも言いましょうか、このエルビラが2幕で歌うんですけれども、まずは前半このベップさんの、まあ、聖教徒っていうのはこのベッリーニが最後に書いたオペラなんですね。その中で、まあ、このアリアは、まあ、至極のアリアの一つだと思われます。それをベップさんに歌っていただきたいと思います。ベップさんご準備よろしいでしょうか。はい、ではご登場ください。どうぞ。はい、では参りましょう。ベップさんでクイラボーチェスワッソアーベ、どうぞお聴きください。Thank you.
本日は西新宿にありますガルバホールからお届けしております、ここで10分間の休憩いただきます、換気の方を、ね、解除をさせていただいて10分後にではお会いできますように。それでは前半終了とさせていただきます。ありがとうございました。
待たせいたしました。盛況とハイライトコンサート後半はですね、第3幕のまあ思い合ってるんですよね。で結局ハッピーエンドという形で最初のリッカルド何だったんだみたいなね感じになりますけどね。オペラよくあることなんですけれども、はい、アルトゥーロとそしてエルビーラ15分超えぐらいのちょっと二重唱になるので、リラックスして聴いていただけたら嬉しいかと思います。そしてオリジナルの感じで今日は行くということで、まだ高い音が、これもですか、ツッチス、ハイデー、ゼーをさらにまた一音上のハイデーまでテノール挑戦いたしますので、うまくいった暁には画面越しの向こうからでも盛大な拍手をいただけると嬉しいでございます。このタブレットの方でも皆様からのパチ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 、この8888でね、拍手の代わりにパチパチやってくれてる、そして拍手のマークでも、していただいてたり、そしてまあいろんなコメント、これアーカイブついて、また今日ご来場の皆様ももし帰ってからまた、あ、この時こういう風に映ってたんだなってね、見ていただければありがたく思います。それでは後半参りましょうか。水船さんご準備はよろしいですか。はい、では、頂戴な二重唱になりますが、盛況とハイライト、この二重唱で幕となります。それでは参りましょう。
ありがとうございます。改めて本日の出演者紹介させていただきます。アルトゥーロ役テノール水船圭太郎、エルビーラ役ソプラノ別府美佐子、そして先にピアノは松本康子、そしてバリトン森口健二でお届けいたしました。ありがとうございます。それでですね、じゃあ一旦じゃあちょっと下がっていただいて、はい、一つ大事なねお知らせしないと、アーティスト支援のご寄付のお願いということで、一口1000円で二口以上、まあ2000円からということなんですけれども、アーティスト支援お願いいたしたく、YouTube の方ではこれ無料で配信しているんですけれども、賛同いただける方がいらっしゃいましたら、すごい古典的な方法なんですけれども、三菱 UFJ 銀行神田駅前支店普通084601、まあ多分休憩の時とあと終演後にも多分この、場所というか、アドレスというか、振込先が表示されると思いますので、心あるご寄付ありましたらアーティストの方に、支援として、これを大事に大事に使わせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、お誕生日の方がですね、このやってるこの今上演しているこの最中に、あ、今月15日誕生日でしたという方がチャットで書き込んでいただいて、嬉しい書き込みですねこれね。えりこさん、高橋えりこさんでよろしいかしら。もう早速まずはちょっと配信向けにご準備いいですか。あ、来たウェブさん来てください。はい、そしたらこのハッピーバースデーを、じゃあこのカメ どのカメラにしようかな。こっちのカメラに向かってちょっとハッピーバースデーを、じゃあ僕こっち行きますね。よいしょ。水船さんもちょっと出てきてもらっていいですか。はい、でちょっとじゃあ真ん中のカメラというよりかこっち目のカメラで、例の場所はえりこさんで参りましょう。じゃあハッピーバースデーの曲参りましょう。そしてですね、よいしょ、あっち持ったりこっち持ったりして今ね会場にもうお誕生日の方いらっしゃるという情報、今ここでお祝いしても大丈夫ですか。大丈夫。あ、どちらにいらっしゃる、後ろの方。あ、これは橋本のり人様で大丈夫ですか。じゃあ例の場所のり人さんで参りましょう。行ってましょう。もともとね、ディナーとオペラのマリアージュっていうことでオペラサロンのトナカイね、食事も好きでやってたんですけど、ちょっと今このような状況でできない中、お祝いだけでもしたいということで、カメラこっちのカメラでいこうかな。10月まだもう1回実はライブ配信あります。10月の23日、同じくここ、西新宿にありますガルバホールからお届けします。その時にですね、
会場に来ていただくのはもちろん嬉しいんですけれども、配信の方でもこうやってチャットで急に言って来ていただいても嬉しいですし、それ以前にあこう名前を言ってお祝いしてほしいなっていう方がいたら、ぜひぜひお申し込みしていただきたく、先着3名までです。でもずっと15人ぐらいいたら困っちゃうんでね、ハッピーバースデーの歌だけでこの配信が終わっちゃったら困るので、はい、ということで、会場に来ていただくも嬉しいですけど、配信でこうやって応援していただけるのも嬉しいです。ということで、オペラサロントナカイよく最後にやっていた曲でこの配信もお別れとさせていただきます。それでは参りましょう。メリーウィドウワルツ。それでは安子さんもちょっと前の方来ていただいて、真ん中のカメラの方に向かって、配信どうもありがとうございました。さよなら。終わってる